してました。そろそろ晴れお願いします。晴れもお願い。了解。今回は晴れの偏見あるある。こんなやつが大体来てる。大学生愛用ブランド。高校生時代はレイジブルー、ウィゴー、大学生から晴れの流れが出来上がっている。ただ個人的には大学2年までな気がする。もはやファッションを学ぶ登竜門説。おしゃれに目覚めた人を買いがち。ユニクロ系 YouTuber もめっちゃ紹介しがち。ガチの服好きからは下に見られがち。30代で生きてるやつはあんま見たことない。というかあまりおすすめしない。割と安いけどだったらユニクロ買った方がいい気がする。陽キャが絶対買わないブランド。晴れ着てるやつは控えめでめっちゃ優しいやつが多い。バイトは絶対に居酒屋。ネックレスがめちゃめちゃチャッチー。すぐに破れちゃう。他にも偏見ある？コメントで教えて。犬かわいい。ほれどうぞ。おお、おいしいか。あ、待て、こらこら、待て待て、こら。